ブルーコンパスは、日本の声優、歌手である、水無瀬祈の2枚目のオリジナルアルバム。2018年5月23日に、キングアミューズメントクリエイティブから発売された。本作は2018年6月から7月にかけて開催された水無瀬のファーストライブツアー、祈り水無瀬ライブツアー2018ブルーコンパスに向けて制作されたアルバムである。販売形態は、初回限定版 CD ブルーレイ、通常版 CD の2種類で、ブルーレイには、フォースシングルとフィフスシングル、新曲1曲のミュージックビデオが収録されている。本作は2018年6月から7月にかけて開催された水無瀬の初めてのライブツアー、祈り水無瀬ライブツアー2018ブルーコンパスに向けて制作されたアルバムである。2018年3月18日に本作の発売とファーストライブツアーの開催が発表された。アルバムの発売は2017年4月5日に発売されたファーストアルバムイノセントフラワー以来約1年ぶりで、その間に2枚のシングルが発売されている。水無瀬のソロライブは2017年12月2日に開催されたファーストライブ水無瀬祈ファーストライブレディステディ号以来で、ライブツアーの開催は水無瀬の念願だった。タイトルにはツアーを旅に例えて、旅に必要なコンパスという言葉が使われており、水無瀬のイメージカラーである青を頭につけてブルーコンパスとなった。また、水無瀬はコンパスという言葉について、私を行きたい場所に導いてくれるファンの方への思いも込めていてと話している。このアルバムはシングル表題曲2曲と新曲10曲の12曲から構成されており、初回限定版にはシングル2曲と新曲1曲のミュージックビデオが収録されている。リード曲はスマートフォンゲーム乖離性ミリオンアーサーの主題歌であるミリオンフューチャーズ。ファーストアルバムでは等身大の水無瀬を表現したのに対して本作では違う世界に行ってみたいという水無瀬の気持ちやファンへの思いを表現するというテーマで制作された。そのため水無瀬はファーストアルバムで自分が好きな方向性の楽曲を選んだのに対して、本作では初挑戦となる楽曲が含まれていると話している。また、第一にライブで歌うことを前提に選んだとも話している。曲順については水無瀬が自分のカラーとする応援歌のハートの色を1曲目とし、中盤にアルペジオやShoo-Bee-Doo-Wap-Wap! など新鮮な楽曲が収録されている。水無瀬の最後にバラードをタイトル曲としておきたいという希望から、上松範康が作曲したバラード曲のタイトルをブルーコンパスとした上で、岩里幸穂がタイトルに合わせて作詞した楽曲がアルバムの最後に収録された。また、Shoo-Bee-Doo-Wap-Wap!シネマチックダイアリー、スイート、メロディーといった裏パクが強調された楽曲が多く収録されている。2018年5月23日にキングアミューズメントクリエイティブより発売された。販売形態は初回限定版 CD ブルーレイと通常版 CD の2種類で、初回限定版のブルーレイにはフォースシングルとフィフスシングル、新曲1曲のミュージックビデオが収録されている。初回封入特典として特製トレカが封入された他に、特定の販売店で購入した場合は先着で、各チェーン店ごとにポスターやクリアファイル、缶バッジなどの特典が配布された。また、台湾版が2018年5月25日にワーナーミュージック台湾より発売された。リード曲ミリオンフューチャーズは2018年4月29日放送の文化放送のラジオ番組水無瀬祈メロディーフラッグで初めてオンエアされた。また、複数の雑誌やフリーペーパーにアルバムに関するインタビューや広告が掲載された。5月から6月にかけて JR 東日本ほか31カ所に大型看板が掲出された。5月には JR 秋葉原駅電気街口のデジタルサイネージ秋葉原ラジカンビジョンで CM が放映されたほか、東京都内でアドトレーラーが運行された。5月から6月にかけて、秋葉原のキングアミューズメントクリエイティブとパセラのコラボカフェ、K×P でスペシャルコメントとミリオンフューチャーズのミュージックビデオと CM が放映された。5月24日には発売を記念してニコニコ生放送で特番が生配信された。ジャケット写真は花びらのように広げたブルーのスカートがコンパスの針を模しており、タイトルであるブルーコンパスの世界観が表現されている。幕張公演が開催された幕張メッセイベントホール本作の発売を受けて、ミナセの初めてのコンサートツアー、祈りミナセライブツアー2018ブルーコンパスが愛知を皮切りに石川、兵庫、千葉の全国4都市で開催された。最終日となる幕張公演では約8000人を動員し、本作の収録曲やシングル曲を中心に22曲が披露された。1曲目としてアルバムの1曲目であるハートの色が披露され、本編の最後にはアルバムの最後の曲であるブルーコンパスが披露された。幕張公演のアンコールでは、ミナセとしては初となるトロッコが使用され、メロディーフラッグとレディーステディーゴーが披露された。幕張公演ではダブルアンコールでキリンレモントリビュート企画で制作された楽曲であるまっすぐに透明にが初めて披露された。また、幕張公演において、6シングルと幕張公演のライブブルーレイが発売されることが発表された。ライブブルーレイは2018年10月17日に発売され、2018年10月29日付のオリコン週間ブルーレイ総合ランキングで3位を獲得した。プロモーションとして、特定の販売店で購入した場合は各チェーン店ごとに全13種類のブロマイドやクリアファイルなどが特典として配布された。ありがとうございます。